さあ始まりました、カーボンラジオです。カーボンの下重です。こちらのラジオはですね、フォトグラファーさんの魅力を発信したり写真の話をするラジオでございます。今回第1回ですけれども、第1回ゲストのフォトグラファーさんに来ていただいております。今回のゲスト、鈴木秀康さんです。はい、皆さんはじめまして、こんばんは、お願いします。はい、秀康さんよろしくお願いします。はい、お願いします。秀康さんはね、この我々カーボンっていう写真の会社なんですけど、我々カーボンの会社のこうメンバーでもあって、かつ個人のフォトグラファーでもね、大活躍をなさっているフォトグラファーさんですけれども、はい、ありがとうございます。はい、どうですか、このラジオに参加する気分は。いや、でも新鮮というか、まあ、聞いてる人がどういう感じで聞いてくれてるのかなっていう興味が一番あるかなって。そうですね、興味5割恐怖5割みたいな感じはちょっと僕ら的にもあるんですけれどもちょっとね、あんまりこうメリハリつけすぎない、こうちょっとゆったりね、写真の話をできるようなラジオにしていけたらなって僕らちょっと考えていて。そうですね、なんかこう、はい、ながら作業、ながらで作業しながら聞いてもらったりとか、なんかちょっとこうリラックスというか、のんびりしてる時の聞くラジオとして楽しんでもらえたらいいなっていうところはありますかね。そうですね、秀康さんが買ったっていうすごい高いマイクが性能がめちゃめちゃ良くて本当にリラックスできる音質でね、いやでも素晴らしいですけれども、ちょっと今回やっぱりフォトグラファーさんの、まあ、魅力とかにも迫っていきたいねという部分で、ちょっと鈴木秀康さんっていうフォトグラファーを、まあ、ご存知の方もね、たくさんいると思うんですけど、まあ、知らない方も結構いらっしゃるかなと思うので、ちょっと秀康さんって誰なんだということをちょっといいですか、簡単に自己紹介してもらって。はい、鈴木秀康と言います。秀康さん、はい、そうですね、まあ自己紹介っていうところで言うと、埼玉生まれの埼玉育ちあ、なるほど、埼玉っ子なんですね。はい、最近まで東京に住んでたんですけど、はいはい、ちょっと今年に入って、うん、神戸の方に、関西の方に初めてちょっと引っ越してきて、うんうん、住む場所を変えた、最近変えたんですけど、うんうん、27歳の、まあ、ものですなるほど。で、まあもともとその関東で生まれて育ってきて、まあ、写真始めるまで結構、まあ、本当に皆さんと同じような感じになるかもしれないんですけど、もともとは学校の先生をちょっと目指していて、で大学も教育学部に入って、社会科の、中高の社会科の先生を目指して、まあ、大学院にも通ってたぐらい、ちょっと、まあ、で現場でも3年間教職というか教壇に立って先生してたんですけど、めちゃめちゃ異色ですよね、その辺の経歴。あまりないかもしれないです、ね、先生なんだもん、ね、免許持ってる人はいるかもしれないですけど、うん、実際に教壇に立って、まあ、地理が専門だったので、うんうん、社会、中学生、中学校1年生の社会と高校に3年生の地理を担当してて、でっていう、本当に教育というか学校の先生になるつもりでこう勉強してきたんですけど、20歳ぐらいの時に青春18切符あるじゃないですか。あるある。あれでちょっと広島、埼玉、まあ東京から広島の方まで行きたい、まあ、厳島神社に年明けに行きたいっていうちょっと友達となり、うんうんうん、その時になんかせっかく遠出をするならカメラがいいかなっていうところで最初にカメラを買ったっていうところが、まあ何者かというか写真始めるまでっていうところで言うと、うんきっかけになるのかなっていう感じですかね。あ、うん、それそうなんですね、はい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 、きっかけで言うと趣味というか好きで撮ってたらなんかもハマってくもんでうんうん、うん、楽しかったんですね、写真カメラ持って行った旅が。そう、楽しかったし、まあ当時はやっぱりスマホというか携帯、まあ、スマホか、うん、の
で撮る写真の画質もそんなに良くなかったんで、うん、本当にそのカメラすごいみたいな、本当5万ぐらいで買ったカメラだけどカメラの写りすごいみたいな、はいはいはい、反動からちょっとこうのめり込んでいって、うんうん、っていうところがもうきっかけ、うんうん、でその単焦点レンズってそのキャノンだったんですけど、うんうん、まあ、ずっとキャノンなんですけど、その、まあ、安くキャノンは買えるのですもん、うんうん、あのボケるレンズがちっちゃいのだ、うんうん、でそれを買ってどんどんのめり込んでったみたいのが最初のきっかけというか、うんうん、はい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 、うん、になりますかね。そこからじゃあ深めていったんですね、写真が好きで調べてって。そうでもなんか一番大きかったのはあれなんですよ、その大学4年生、まあ、買ったのが20歳ぐらいだったんで、うんうん、大学4年生ぐらいの時になんか先輩にちょっとイベントの写真をお願いしたいみたいな、あ、へえ、言われて、はいはい、そこで初めてなんかお金をもらったんですよね、バイト代みたいな、はいはいはい、もう撮カメラマンやってくれたからっていうことで、撮影代としてっていうので、なんかそれが時給2000円ぐらいだったんですよ、換算して、はい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 、だから3時間で5000円だか6000円を上げるからやってほしいって言われて、うんうんうん、でなんか、まあ、当時のバイトって1100円とかじゃないですか、うんうん、まあ、東京とかのあれだと、でなんか考えた時にもともと大学院に通う予定だったので、うんうん、まあ、もうちょっと学生してるからこのカメラのお仕事がもうちょっとそのバイトというかお小遣い稼ぎになるんだったら、まあ、割がいいなって正直思ったのが、うんうん、こうカメラとか機材を買うっていう増やすっていうところにの一番のきっかけになった部分、うんうん、そうなんですね、なんか意外かも、うん、本当ですか。なんかイメージはなんかカメラマンとか写真家さんって入り口はこう夢追い人なパターンが多いイメージで、画家みたいなカテゴリーとかカルチャーに近いイメージだったんですよ。お金の割がいいからいいかもってなったのって俺珍しいって思いました。そう、まあ本当にだから学校の先生になるのがある種の僕の中のキャリアの一つで、はいはい、まず目標であり、そのためのまあ自分が生活するための手段としてカメラという、まあ、ツールを選んでいたというのが結構入りとしてありますね。あ、そうなんですね、うん、でもやっぱり、まあ、撮ったら喜んでくれる、友達もいい写真撮ってくれたら喜んでくれるとか、うんうん、なんかそこのその撮ったら喜んでくれるっていうそのコミュニケーションというかは自分の中でもすごくこう満足する体験だったのもあって、うんうん、ちょっとそこにのめり込んでいったみたいのは大きいかなと思うんですけど、うんうん、でなんかいろいろ勉強でも当時はそんなにいろんなものなかったですけど、うんうん、あのたまたまあの知り合いづてでというか、うんうん、あの今はもうすごい大きくなってるラブグラフっていう会社の代表の方とか、うん、その周りの方とちょっとつながってるとかお友達と一緒にこう遊んでたりとかして、あの、うんうん、そういうサービスとかがあるっていうのを知ってたんで、うんうん、当時はあんまりなかったけどそこで少しこう写真のことを学んだりとか、あ、でそのままあれですね、そのラブグラフのカメラマンになったのが大学院入ってすぐぐらいみたいな。あ、なるほどなるほど。じゃあタッチでいろんな人のラブグラフのお客さんの写真をもう秀康さんが撮っててっていうのを。そうです、だからそこからいろんな、まあ、知らない方を撮らせてもらうようになったっていうのが大きくて、あ、なるほど、そうですよね、まあ、そこでなんかいろいろ勉強した学ぶことも多かったし、うんうん、まあ、初めての人とコミュニケーション取るっていう意味でも学びにはなった部分とかあるんで、うん、すごい鍛えられるでしょうね、そうたくさんあってたくさん取ってくる。そうですね、サービスある種初めましての方とねコミュニケーションして、うんうん、どんな形で満足していただけるのかっていうところはコミュニケーションもそうだし、うんうん、まあ、事前のやり取りもそうだし、まあ、もちろん写真もそうだし、うん、みたいなところはいろいろあると思うんで、うんうん、そこはすごくいい学びだったなっていうのはありますね。なるほど。ラブグラフで、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、カップルの方々とかね、いろんな人たちの愛の形を撮ってると思うんですけど、うんうんうん、そうやって秀康さんが撮りたいものっていうわけでは別になかったとか、その自分の写真に対してのやりたさとかで言うと、うんうんうん、ああでもそのやっぱり撮って喜んでくれるっていうのはすごく嬉しくて、カップルの方もそうだし、うん、結構僕の場合はご家族とかが多かったりもしたのかな、うん、割合で言うと、はいはいはい、っていうのはあったんで、そこはすごくこう楽しかった、やりがいがあったっていう部分はあるんですけど、うんうん、なんかそのお仕事させてもらう中で
ちょっとずつそのフォトグラファーとしての自分を考えるようになってきた部分もあり、はいはい、でそうなってきた時に結構それは悩んだ部分もあったんですけど、うん、でモデルさん撮らせてもらってたりとか、うんうん、まあ、そのもちろんさっきのカップル家族とか、うん、あの物撮りしてたとかいろいろいろんなことにちょっと手を出してみたりしてたんですけど、はい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 、風景旅写真ももちろんそうだし、うん、だからある程度いろんなものは撮ってきたし、それもそれ好きなんですけど、うん、じゃあなんか自分って言ったらなんだろうって、あのこれっていうものってなんだろうみたいのを考えた時に、まあ、自分が最初に目指してたその先生とか教育っていうところ、うんうん、考えた時にその子供っていう被写体テーマみたいなものがすごく自分にしっくりきたので、そこからその SNS で更新していくとか、あの自分が一つテーマとしてやっていこうと思ったものとして子供を撮っていくっていう、まあ、子供の日常っていうところですかね。はい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 。それが3年前とかそんぐらいかなとは思うんですけど、うん、あの個人的に気になるんですけど、写真で成功体験とかからやっぱのめり込んでいくみたいなパターンとかってあるじゃないですか、うんうん、山とか空撮った時にすごくうまく撮れたからそればっかり撮っていく人になったとかもあると思うんですよ、うんうんうん、僕も近い経験があるし、はい、で秀康さんはお子さんを撮った時に、あ、俺子供撮るの得意だなっていう実感が先にあったりとかじゃなくて、子供を撮っていきたいなっていう思いが先だったんですか？それで言うと撮ってる時間が一番好きだったのが子供だったっていう感じですか、ね、あ、なるほど。得意っていう自覚は正直当時は全くなくて、あ、はいはいはい、まあ、やっぱいろんな被写体というかいろんな撮影させてもらう中で、なんか家族の写真とか撮ってる時もなんか家族というかは子供撮ってる時が楽しいみたいな、うんうんうん、時間で言うと、うんうん、っていうのが結構大きかったかなとは思います。ああ、なるほど。じゃあ、うん、お子さんと接するの自体も秀康さんは好きなんですね、そもそも。でもそうそうそうです。なんか大学生の頃はなんか小学校に4年間ボランティア通ってたりとかもしてたし、はい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 、子供と接するのはすごく好きで楽しいし、エネルギーもらえるしみたいな感じで。まあ、なるほど、うん、あの僕秀康さんが撮ってる様子とかって見たことがあるんですけど、うんうん、すごいですよね、スイッチの入れ方というか。あ、どうなんですかね。僕って恥の多い人間なんですよ、僕って、うん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 、照れちゃうんですよ、うん、そのお子さんとかに接するときに、はい、わあかわいいねーみたいな、うん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 、このあわわわみたいにこうなるあの道化になる瞬間はいはいはい、はい、あのスイッチ力とか、なんかこう恥も何もかも捨てて、うんうんうん、あの場に行く様、うんうん、プロフェッショナリズムをすごい感じたんですよ、うんうん、秀康さんにすごいと思って。どうなんだろう、でもそれむしろ最近かもしれないですね。あ、最近なんですか。なんか、あ、なんかそれを最近気づいた、その僕の中ではなんか別に、まあ、もちろんその子供のテンションに合わせた、うん、合わせたいというというか合わせて遊んでたいというのもあるし、うんうん、まあそこの周りを気にしないということもある種こう子供と同じじゃないですか、多分子供もそんな周りのこと気にしてないから、うん、まあそれも含めて同じなんだろう、まあそのフィールドというか、うんうん、あのに立ってその場所というか空間を共にしたいみたいのは思ってた部分なのかなと思ってて。ああ、なるほど。ただなんかそれは結構自然にやってて、まあ、それをなんかどう思うかはちょっとあの見てる人がどう思うか分かんないんですけど、うん、でもなんか最近それがなんかなんて言うんですか、みんなできるわけじゃないっていうか、みんなやってるわけじゃないってことを最近知ったというか、うんうん、その遊びながら、僕は結構遊びながら撮ることが多くて、なんかもう走りながら追っかけながらシャッターを切ることとかいっぱいあるし、うんうん、彼らとコミュニケーションを取りながら撮ることが多いんですけど、うんうん、なんかそれがなかなかできないというか難しいとか あるらしくて。結構考えてあれってやってるんですか、もう、うーん、なんかおのふとそうなるぐらいの感覚なんですか。もう考えてる余裕というか子供の動きというか言動に委ねてる感じですね、基本的には。すごいな、なるほど。思うのが、はい、やっぱね、秀康さんの可愛さもあると思うんですよ。どうなんだろう、あの秀康さんって可愛いじゃないですか会ったことある人じゃないと分かんない。確かにこうラジオでする話じゃないんですけどいやいやあの秀康さんってやっぱりこうなんか
ポニポニしてますよね、このポニポニ、そう、雰囲気がキャラクターっぽい感じがやっぱりあるし、ファッションとかもかっこいい系ではなくないですか、秀康さんのファッション、可愛い系をどっちかっていうとやってるから、お子さんたちも友達だみたいな感じになれるのかなとか。まあでもそこのハードルは低いのかもしれないですね、うん、なんかちょっとまあいい意味で舐められやすいっていうのがいいのか分かんないですけど、その、うんうん、やっぱり子供って敏感なので、はいはいはい、その距離を取ったりとか、まあ、その人が本当に安全なのかとかを多分見てるのかなと思うんですけど、うんうん、なんかそこに関してここの人は安心だなと感じる要素があるのかもしれないなと。あ、なるほどなるほど、まあ、身長もそこまで高くないんで、なんか小柄だし、なんかそういうのもあるのかもしれないですけど。なるほど。お子さん撮りたいフォトグラファーさんたくさんいると思うんですよ、パパママとか、うん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 、秀康さんもね、パパママ写真好きコミュニティコドヒビっていうのを運営してるコミュニティリーダーでもあると思うんですけど、うん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 、お子さん撮りたいですっていうフォトグラファーさんにアドバイスしてあげるとしたら何かありますか？一番聞かれた時に言うのは、子供をなるべくその自然でいさせてあげること。あ、なるほど。撮るという行為が彼らにとっては多分異質だと思うんですよね、生活する上で、うんうん、まあ、生きてる上で、うんうん、でなんか撮るためにこうしてとか、なんかそこを、まあ、僕の場合は結構日常を撮りたいっていう形なので、うんうん、その時間とか例えば限りがあったりとか、うん、なんかここで撮りたいみたいなのがなんか自分で事前にロケハンして撮りたい場所があるとか、うん、あると思うんですけど、なるべくもうその子の言動というかご機嫌に合わせて、その撮影というかその時間をいつも送るようにしてるので、うんうん、そこが一番大事にしてることかもしれないですね。お子さんの、なんていうんですか、ご機嫌とか体調を第一に撮影を進めるみたいな。なるほど。うん、なんか意外と焦っちゃうというか、やっぱ時間とか、あとなんかその自分が準備してきたものが撮れないってなると、はい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 、どうしても焦っちゃう部分があるのかなと思ってて、うんうんうん、ただでもそれってこっち側の都合なので、うんうん、その子供たちはそんなのね、知らんみたいな、うんうん、形だと思うんですけど、だから子供たちのやりたい興味が赴くままというか、好奇心を持ったものとか、うん、その方向性方向に重視というか、その尊重しながらその中でこう切り取りたい瞬間を切り取っていくっていうところをずっと心がけて撮ってきたっていう感じですね。なるほど。準備したものが取れなくて焦っちゃうみたいなのもすごい共感しました、うん、僕は、ね、あそう、なんかまあモデルさんとか、はい、もちろん物撮りとか、なんかもう決まったものを取んなきゃいけないときは多分準備してなんぼだし、はいはいはい、それを取ってその準備した分だけ多分成果が出るかなと思うんですけど、うん、結構子供とか撮る場合はその準備しても取れないことの方が多い、うんうん、その高校の今この時間でこの光とかここの場所で撮ったらすごいいいの撮れそうだなと思って、なんかあの現場というか待ち合わせたりとか、その時間を撮影始めても全然そこ行かんかったとかよくあるし、うんうん、あるある、そのこうやって本当は撮りたかったのになみたいなものもあるっちゃあるんですけど、うんうん、でも別にその他の場所でも撮れるんですよね多分それって、うんうん、でもなんかそこに固執しすぎちゃうと、うん、その 場というか空気というかが良くなくなっちゃうのかなと思うんで、うんうん、子供のいる場所のとか撮りたいなって思うところじゃないところでもその中でなんかどう撮ったらいいのかをちょっと考えたりとか、なるほど、できる限りのベストをそこで尽くすというか。